こに行った。どこへ逃げようと監視カメラからは逃れられ。何、次々にモニターが消えていきます。たまみろ、今のうちに急げ。一体どこにいるんだ、王教のやつ。何してんのよ、この泥棒猫たち。お経つうか猫はお前だろ、探したんだぞ。お経じゃないわ、私はクイーン。何わけのわかんないこと言ってんの。趣味の悪いティアラなんかつけちゃって。俺たちはお前と話をしに来たんだ。話すことなんてないわ。そっちにはなくてもこっちにはある。なんで俺たちを裏切った。お京ちゃん、私たちと一緒に帰りましょう。さあ早く。お京。お京じゃないわ、私はクイーン。わかった、だったら仕方ねえ。パパナビが貸してくれたこのデッキが役に立ちそうだ。いざバトスピで勝負。いいわ、その勝負受けてあげる。消えたカメラのあたりをチェックしろ。何としてでも見つけ出せ。ゲートオープン、開放。異世界界じゃなくてバトルシステムで戦うんだから、それは叫ばなくていいのよ。うるせえ、気分の問題だ。正面突破で異世界界トータル。まずは最初のコアを4個入れと。いや、そこはいちいち声に出さずとも。よし、まずは6ケラトプスを召喚だぜ。で、コアを1個消費で、6ケラトプスに1個乗せて残りは2個と。だからいちいち声に出して言わなくてもいいって。そしてさらにメタルバーンを召喚だぜ。ほほ、スピリットの上には必ずコアを乗せねばの。メタルバーンはコスト3だけど、フィールドに同じ色のが出てるとコストが1つ軽減されるから。あれ、メタルバーンに乗せるコアがねえ。大丈夫、そんな調子で私と勝負できるの。うるせえ、バトルは久々だからちょっと腕が鈍ってただけだ。そんじゃ6ケラトプスの上のコアをメタルバーンに置いて6ケラトプスを破壊、メタルバーンを召喚。メタルバーンでアタック。あれ、なんでアタックできないんだ。何言ってんの、1ターン目はアタックステップが存在しないの。分かってるぜ、お前が知っているかどうかわざと間違えたのさ。今度は私のターンよ。アーサーサーガンとテンジルキャノンを召喚。俺の時と同じコストなのに2体とも召喚できるのか。ほほ、高校でコアが1個増えとるからの。そう、そして高校だからアタックもできる。バーサーカーガンでアタックよ。メタルバーンでブロック。バーサーカーガンの BP が1000だから、 BP3000 のメタルバーンの勝ちだ。続けてフェンリルキャノンでアタック。回復状態のスピリットがいないからブロックできない。ブロックできない時はライフで受ける。シンボルの数だけライフが減るのよ。フェンリルキャノンのシンボル数は1。今度は俺のターン、反撃するぜ。ゴラドンとアイバーンを召喚。ゴラドンでアタック。ライフで受けるわ。アイバーンでアタック。ライフで受ける。だんだん調子が戻ってきたぜ。続けてメタルバーンでアタック。正面突破で。マジックピュアエリクサー。何？バトル中でもフラッシュタイミングでマジックを使えるのよ。フェンリルキャノンでブロック。どっ
ちのスピリットも BP3000 だから。そうだけど、フェンリルキャノンはブロック時に BP をプラス1000する効果がある。しまった。次は私のターン。アイスメイデンとバーサーカーガンを召喚。残ってるクワをフェンリルキャノンに乗せてレベルアップ。ナイフでダメージを受ければ使用できるクワも増えるってことよ。そしてフェンリルキャノンでアタック。ブロックできるスピリットがいない。ライフで受ける。まだまだ行くわよ。バーサーカーガンでアタック。ライフで受ける。だけどまだ負けねえ。今度は俺のターン。ネクサス燃え盛る戦場を配置。コア2個を乗せてレベル2にして、昇竜バルムックを召喚。そしてここでニューカード、マジックドラゴンズラッシュだ。ドラゴンズラッシュ。ケイトウ翼竜のスピリットはバトルで相手を破壊した時回復するってマジックだ。昇竜バルムックでアタック。ネクサス燃え盛る戦場レベル2の効果によってこのアタックは必ずブロックしなくてはならない。アイスメイデンでブロック。ドラゴンズラッシュの効果で昇竜バルムックが回復。見たかお経、これがニューマジックの効果だ。ゴラドン、アイバーン、昇竜バルムックでアタック。ライフで受ける。おい、まだ見つからないのか。どうした。バトルシステムが起動しています。さあ、俺の勝ちだ。どうする、お経。いや、お前たちの負けだ。しまった。まとめて捕まえろ。やめろ、アリウス。早く、今のうちに。お経、お前も一緒に。言ったでしょ、私は組員。何があったってジャックナイトを裏切ることはできないの。お経、相棒早く。ここはひとまず逃げるのよ。お前たち、早く奴らを追う。くそ、しつこい奴らだ。もうすぐ出口よ。この年でこんなに焦ることになろうとは。チキショー。とっとと乗りな、パパナビ。やった。ただいま。ただいま。おお、バジン。あ、どうした相棒、なんかあったのか。いや、なんでもない。ちょっとキャップたちと遊んで帰ってきたとこだ。そっか、いいよな、相棒はテストもなくて気楽で。そうでもないさ、俺たちだっていろいろある。それよりバジン、テストが終わったらいよいよチャンピオンシップだ。気を抜くな。おう、分かってるって。あ、そうだ、これ見ろよ、ハイランカーパスが届いたぜ。おお、やったな、バシン。お、ところで肝心のテストの方はどうだったんだ。え、それはまあ多分。バシン突破の成績は39、45、40、42。ま、ギリギリセーフってところかしらね。マイサンシャインです。マイサンシャイン
ミーツ・ソフィアが歌う Dear Dear Dream の CD が6月3日に発売されます。今日はこの CD を20名様にプレゼント。はがきか番組携帯サイトから応募してね。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。